今日はあの国際女性デーだったので、女性の人権についてっていうかタイトルつけてみたんですけど、前回の初めてのツイキャスの時に私別性婚で事実婚で、あと別居婚なんですっていうお話しさせていただいたんですが、また別性婚の話ちょっとしようかなと思っていたんですけど、その結婚をしようかっていう夫と言った時に、私どうしても女の人が 95% 名字変えるっていうこの現状に納得できないし理不尽だから私は変えたくないって言ったんですけど、すごいドキドキしながらね、そういう生意気なことを言う女なんて嫌われるに決まってるみたいな、それこそすでにのジェンダーロールの内面化、刷り込み、外圧による内面化なんですけど、女の子っていうのはニコニコしてて、そっかーみたいなのが望まれるんだみたいな、そういうジェンダーロモデルの自分自身によるプレッシャーなんですけど、その当時の彼氏にそういうことを言うの、あれ、うっそ、タイトルついてないって、どうするんでしたっけ、設定で変えるんでしたっけ、タイトルね、開始メッセージはつけたけど、頑張ってください、ありがとうございます、確定申告の入力、わあお疲れ様です、鉛筆マークですね、ありがとうございます、これだこれだ。